はい、大阪市生野区現場からお伝えします。今の状況なんですけれども、白い車見えますでしょうか。歩道を乗り越えて病院の花壇のような場所、そこで今も止まったままになっています。警察がずっとそれを調べているという状況です。車のフロント部分、ちょっと見にくいんですが、フロント部分あるいは横、そして車の後ろの部分のパーツも取れていて、かなりの衝撃、かなりのスピードでいろいろなものに当たりながら、おそらくあそこに突っ込んでいったんであろうということが想像できます。で、先ほどまでここ国道なんですけれども、パトカー、消防、あるいは、救急車、いろいろな車が止まっていたんですが、それは今だいぶ数は減りました。ただ今もですね、ここは車が通れなくて、規制線があってこれ以上近づけない、そんな状態が続いています。今日の午後3時前ですね、病院に車が突っ込んでいる、人が挟まれているとまず通報がありました。で、今新見さんからありましたように、70代の女性2人が挟まれて死亡したということなんです。そして71歳の高齢の男、これがですね、運転過失致死で現行犯逮捕されています。そして人を引いたことは間違いありませんという趣旨の供述をしているということです。で、今のところこの現場から見て取れる状況、そして近所の方の話を聞いたことをまとめてお伝えしますとですね、ここもう一度国道をご説明しますと、すぐ横のこの2車線というのは画面奥から手前に向かって車が走る車線なんですね。そして植木があって反対側の車線というのは画面手前から奥に向かう車線です。かなり交通量の多い国道になります。で、この車がどこから来たのかという話なんですけれども、近所の方によりますと、手前の植木、かなりここが削れているのがわかるかと思います。警察がずっと入念にこの手前の車線をずっと調べて、そして奥の花壇に向かって調べていっているということなんですね。今実際にもそういうところが見て取れます。ですからおそらくこの画面手前に映っている車線というのは、奥からこちら側に走ってくる車線なんですが、あの車というのは逆走する形で入ってきて、そして何かしら逆走していると気がついたのか、この歩道に乗り上げて、そして病院を右側に見ながらあの位置に突っ込んでいったと見られるんですね。ですから車の右側も大きく破損していますし、そこに警察が今ポイントを置いて、そしてまあメジャーのようなものも置いて、そしてこの逆走したおそらくルートだと思うんですけれども、そこをこのように今調べています。そして今関西テレビの取材でたった今分かったことなんですけれども、どうやら防犯カメラでこの道、奥の道ですね、この交差点、まずは向こう側の車線を走ってきたんですけれども、この交差点から道を間違えてこの逆走する形でここに入っていったという防犯カメラに映った映像を今関西テレビの取材でどうやら確認したということです。で、その近所の方によりますと、高齢の男というのがエアバッグに挟まれる形で当初車にいたと、そしてサラリーマンの方が大丈夫かというような形でノックをまずしたということなんですね。で、そこで男はゆっくりと出てきて、意識はあったということです。と同時に女性が病院との間で挟まれているのも見えたということをおっしゃっていました。そういうことをしているうちに警察ですとかいろいろな人が来て、男の姿は見えなくなったそうなんですけれども、事故を起こした当時意識はあったように見えたという話をしていました。あとはですね、当初ガス管が破裂したという話もあったんですけれども、どうやらそれはガス漏れに関しては今のところ大きな影響はないということなんですね。今のところ近所の方の情報、あるいはその防犯カメラの映像を総合すると、逆走してあそこに人を引く形で突っ込んでいった、新見さん、今のところ分かっているのはそういったことになります。